当初は明日が U ターンのピークと見られていました。 JR 西日本は先ほど山陽新幹線で明日新大阪岡山駅間の運転を終日取りやめる計画運休を発表しました。 JR 新山口駅では U ターンを早めた多くの人で混雑していました。1日早めました。明日の予定だったんですけど台風の影響で今日があります。でも仕方ないかなっていうところはありますね。でも変更できたんで良かったです。もっと痛かったですか。はい。東海道新幹線は明日名古屋新大阪駅間の運転を始発から取りやめる予定です。